アグレッシブであることですよ、ね、要するに物応じしないことついおとといまで僕はシリコンバレーにいたんですけどこれはね実は山中教授例のノーベル賞の山中教授の右腕だった人なの、えー、京都大学で研究員やってたんだけども京都大学だけじゃダメだとこれはシリコンバレーに行かなきゃいけないっつってですね実はこの部屋の半分ぐらいのガレージを借りて ガレージの中に数十億円の、ね、研究施設設備をやってそこでベンチャーを起こしてんですよね堂々とでアメリカ人と見てて堂々と渡り合ってるんですまあ英語たどたどしいんですよ僕から見るとねだけれども彼はそういうガッツを持ってね自分の英語よりも大事なことは自分の中にあるビジネスセンス自分の中にある情熱自分の中にあるコンセプト そういうものを伝えたら英語なんか対策はないんですよね。英語は対策ない。英語は道具ですから。だかととということを聞くく方がちゃんと理解してくれます私アメリカにも結構長く行って向こうの大学院でドクターも取って向こうのバークレーで教授もやってたからねアメリカの英語に対して全然抵抗はないんだけれども抵抗なんか関係ないですよ。 で問題はそういうことに対してバリアを低く見て飛び出して自分の持ってる中身のあることを提案することですよ。臆することなく提案することですよ。